収穫の秋、住宅地の一角に黄金色の絨毯が広がっています。たわわに実った稲穂が頭を垂れていますね。2009年9月27日、横浜市港北区の水田で稲刈りが行われました。6月に田植えの模様を撮影しお伝えした、港北区に残されている数少ない水田です。稲刈りは鎌を使って手作業で、穂ごと株の根元で刈り取ります。またコンバインという機械を使った場合は、刈り取りを行った後脱穀してその場で袋詰めしていきます。刈り取られた稲は水分が多いので、その日のうちに乾燥させます。私たちが食べる秋のおいしい新米は、こうして多くの手間をかけて出来上がるんですね。